はい、プレイしていきたいと思います。クラフトピアというわけでやっていきましょう。前々回ぐらいから牛を大量生産してね、やってたんだけども、あまりにも牛が多すぎるので、いろいろと問題が起きてたんですよ。なので、私はレベル上げをするために、新しい島というか古い島に旅立つことに決めました。そうだよね。で、こっちも、溢れた分の処理はできてんだよね。今さ、向き消えてったくね。落ちてるわ、ちゃんと。OK。というわけで、行きましょう。ちゃんと移動します。でね、私は思った。動物が少ない島の方がいいと。で、私が、どうにか、範囲を決めれるというのは、これぐらいだな。この島に帰ろうということですよ。この島だったらね、全部動物を一箇所に集めることも可能だと俺は思っているんで、やってみようかな。だ地上から全部集めてって、あ、でもな、俺一箇所、あそこに入れたいなっていうのがあるんで、そこに貯めれるかどうかちょっと確認して、あ、ロード早っ。そしてエラーが起きました、言うてるわ。ロード早っ。ありがてえね。ニワトリとか多くないかな。牛が降ってきてるね。で、何なんだろう、テーブルな。これ邪魔だから消しとくか。荷物がいっぱい持てないって。なんか、旅人ってかなんか人が来るんだけどさ。あれやったら多分。来ないでほしいもんね。今ね。下手に増えてほしくない。いやでも、トレーダーとか来んのかな。まあ、いっか。いやいや。そしたら、動物の分布図をちょっと把握したいから、一回空飛ぼうか。持ってきてなーい。持ってきてなーい。ちょっと待って。作れる？イエス。あ、これでもいいな、気球。気球乗ってみたいもんね。気球でのんびり上からチェックしてみよう。気球。お、でか。乗る。どうやって上に上がるのかな？離陸どうすんのかな？左クリックしたら、あは、左クリックでガスを入れる感じだね。離したら止まる？止まらねえな。とりあえずこれ食いながら考えるか。ん？乗ってる間食えねえ。あ、普通食えないか。そうだよね。こんなもんでいいけどな。100円いらな。めっちゃ削れとるやん。え、これやばいのでは、そろそろ。どうやってこれ。もういい。降りて。これいい押したら俺降りるが降りるだけど降りないよな。その降りるじゃねえよな。コントロール？え、待って、航路だけどんどん上がってくる。助けて。あ、なんだ。左クリックしたら消えよったわ。うわ、動いたら削れるわ、だいぶ。これ落下死しますね、これね。このままだとね。降り方がわからないね。あ、これで降りてってる。あ、降りてってるっぽい。降りてってるっぽい。なるほど。左クリックするごとに、高度上昇、高度維持、もう一つ。効果。これ切り替えれるっぽい。これ今高度維持。そういえばあったなぁ。焚き火エリア。え、これぶつかってない？ぶつかってますよ。ちょっと上昇する？あ、
しかも上昇段階あれだ、1本と2本、2本にしたらゆっくり上昇だね。でこれががっつり上昇ね。じゃあこの1本で飽和しとこうか。この水たまりの中にさ、動物を全部詰め込む予定だったんだけども、これあんまりかな。ちょっと作戦としてあんまりかもしれないな。どうしようかね。いやでもありか。いやちっちゃいな、想像よりこれちょっと小さかったな。ならそしたらそこに詰め込むか、クマさんを閉じ込めてた場所に詰め込むか。それでいい気がしてきたね。そうするか。こっちだったらいろんな方向から詰め込みやすいのでは。どうするかな。この穴の中、上の、一番上の穴の中に入れてみて、動物の様子を、うわぁ。動物の様子を見てから考えるか。こっちも悪くないな。こっちも悪くない気がするな。なんか入り口ちょいと上から見たら変な見た目してんね。ん？アップデート来た。入り口の、あ、うそうそうそう。え？爆発したんだか。入り口の見た目変わったねって言おうとした、爆発したんだが。明らか変わってるやん。これあれだったもんね。木だったもんね。この前までね。明らか変わっておりますわ。そしてうちの熊さんどこ行ったん？熊さん辞めた？もしかして。熊さん辞めた可能性いてー。やめたのかね。多分やめたっぽいよね。さすがにぶっ壊れだろってことに気づいたのかな。あ、これ赤い花か。俺が欲しいのは赤い花じゃないんだよね。牛多いな。水上にする。水上にしたら溢れた分自動で処理されるかな。それもありっちゃありだな。水上もありっちゃありだな。あ、クマいるじゃん。元気？元気じゃないよーって首振ってる。胴体振ってるけど、なるほどね。じゃ第一案としては水上、第二案としては山上で、山上に一回動物運んでどうなるか確かめてそれから考えるか。それともあれか、湧き潰しできねえのかなこのゲーム。あ、そうだ、俺旗いっぱい持ってきたんで旗とりあえず立ててくか。海岸からやっていこうか。よいしょ、ここら辺かな。もうちょい攻めれるね。こっちかな。いけてるね。これも上でいいな。
ここら辺。あ、ダメですね、これは。お、いいぐらい。ここら辺。いいぐらいだね。とりあえず外から攻めてって。お、ヘリ見っけ。そういえばあったな、さっき。まさか。あれが爆発するとは思わなかったもんな。もうちょいだな。もうちょい左前だな。ここら辺。お、いいぐらい。ここら辺？あ、ダメだ。もうちょい左だ。あー、ちょっと怖いので、もうちょい。これぐらい。いいぐらいだね。うん、もうちょい左前。これぐらい。パーフェクトだね。よいしょ。ここら辺。いいぐらいだな。よし。ああ、まあ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 、余裕では。もうちょい左前だね。よし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 。まあいいや。もうちょっと。うーん、いっか。お、もうほぼほぼ一周。あ、素晴らしい。このコンパクトさがいいね、この島ね。あ、いいわ、素晴らしいわ、この島。だいぶコンパクトだわ。そうだよ、こういう島を求めてたんだよ、俺は。これだったら完全に湧き潰しできるわ。気持ち下がるか。よし。もうちょい外側行けば。もうちょい前の外側かな。完璧？もうちょい前の外側。完璧。で、どっか一本立てているな、こっちへんな。これ一回立て直そう。あと何かある？16？足りないのでは。足りない可能性。いいぐらいだね。いいぐらいだけど、ちょっと惜しい感ではあるよね。ダブってるから。これは、もうちょい北行けるかな。ちょい後ろ？ちょい後ろだな。右行くか。これぐらいだったらもうちょい北行けるな。ちょいちょい、これぐらい。ああいうぐらいだね。
足りるかな、15枚14枚、ワンチャンいけそうだな。意外と範囲広いぞ。もうちょい下、どうなってるこれ。じゃあもうちょい下だな。これぐらい？もう完璧だねこれ。もうちょい攻めれるかな。でも一回かぶってるし、これもこっち上の円がわからんな。え、上の円がわからん。ここか。このマップでよかったやんっていうね。もうちょい左だな、そしたら。垂れてみるか。ここ死んでるね。でももうちょい左下。完璧でしょ。完璧だね。よし。右前。右後ろ。まあ、いや、ここで。どんなのかあるエリアのど真ん中、ここら辺、ここら辺だね。あ、怪しいかな。こっちめっちゃギリギリな気がするな。これさっきのだよね。いや、これはこっち側にちょっと立てよ。ずらそう。これぐらいいいだろう。かぶってる。あいぐらいだね。こっちもかぶってる。オッケーオッケー。クマどこ行った？今日肉になった。肉になったね。よいしょ。骨と皮になったわ。もうちょい前。いいぐらいでは。ちょい左後ろにしとくか。これぐらい？絶対かぶってる、絶対かぶってる、絶対かぶってる。 OK だね。こっちは2個必要だな。ここらへん。かぶってる。多分かぶってるよね。で、こっちに一個。ここらへん。
そうだね。まあ、ちょうどこっちもこれ怪しいとこだったし、いいか。かぶってる。大丈夫だよ、こっち。で、あとこっちだね。つか、ピン立てれる。ピン立てれる。ピン立てれるならもっとわかりやすくいけたな。立ててみてえだな。わからんわ。ダメな気もするけど、ここに立てるか。パーフェクトな感じだね。出るか。どこや。あっち。そこ立てられねえ。上でいっか。あとこっちとこっちか。2本で済むね。あ、ダメだ、もっと左だ。この角度か。だったらこっち側でいいか。あとこっちだね。とりあえず完全に湧き潰してきたぞ、この島。間違いないよね。ちょ待って、なんでこっちに俺があるの？大丈夫？もしかしてこういうちっちゃいところにも敵はいたりする？そしたら話は違ってくるぞ。よし。これで敵を湧かなくなったはず。どうするかな、そしたら。次は動物をあそこに入れてみるか。まずちょっとそのために捕まえてみるか。なんかよいしょ。言ってるかな。なんかすごい悪いことをした気分だけども。うふ。牛でもいいんだよ。あ、牛でいいや。牛で。避けられた。お、いいね。でも牛だったら俺持ってんだよな、6匹。おい、すんげえ勢いで曲がってった。よし、じゃあこの牛を入れよう。どうなるかだね。あれ、これちょっと深さ深いのでは。だよね、ダメージ食らうよね。え、これトラップ、完全トラップ用じゃないですか。あ、牛いなくなった。お肉にすらならなかった。釣りできるし捕まえられないけど、これはちょっと違うかなっていうことなので、水上にしましょうか。じゃあ、ま、大まかな動物持ってっか。
でも6って書いてんだよね。これ多分俺が増やしたもんだよな。じゃあ目処立てましょう。目処どこの動物を連れていくか。まず最低ラインとしてあのそこの空で降った動物は連れていくじゃん。だから一番便利な場所、ここ牛とか多いな。あそこ牛多いね。キノコだね、牛じゃなくて。こっちに鶏がいて、キツネがいたんだっけ、ここらへん。数自体は少ないね。問題数なので、ここら辺だな。多分。向こう側はどうなってる？島の裏。ただの崖ですね。なるほど。いいね。マジでコンパクトだね、この島ね。最高やん。そしたら本当にもう、やるべきところはここぐらいだね、鹿。鹿のここと、向こうの牛って感じだね。と、あとこっちの鶏か。どうすっかな。牛は簡単に空から降ってきてるだけなのかな。ちょっとそれを確認するためにも牛だけちょっとまとめるか。まず今の俺はコンビアを大量に持っているので、前みたいにケチる必要はないからね。コンベアの数で見せつけれるから。よいしょ。わら大事よ。よいしょ。よいしょ。なんか食らってる？食らってるな。このゲームすぐお腹すくよな。まあその方がいいんだろうけども、こんだけ料理ポンポン作れるゲームだもんね。そこら中肉が歩いてんだから。よいしょ。いいよ。これキコリン放った方が良かったのでは？でもキコリンあれだからな。わら回収してくれないからな、ロボット入れも。むしろ俺わらの方を回収しておきたいからね。確かなんかで使うし、畑か麦畑が。よいしょ。この木もどかせるんだっけ。あ、素晴らしい。いや、整地できたら最高だけどな、このゲームな。ねえ、この岩山とか全部切って、まっさらな土地にしたいよな。よいしょ。いいね、いいね。
わらって何かから作れたりすんのかね。プラチナでいいか。この方が早かったわ。これも壊せる。素晴らしい。壊れそうだ。壊れないで。砂が出てきたぞ。よいしょ。いいね。これも壊れる？もしかして。壊れない。これは壊れる。壊れない？壊れる。これは壊れる。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 素晴らしい。あ、持てないだって。ちょっとしまってこよう。バッファロー、鹿の角。とりあえずこれに詰めとくか。よし。お、木回収しとるやん、ちゃんと。いや、やっぱスロット少ねえな。間違って、ファイヤーしそうで嫌だけどな。よいしょ。いっか、こっちの木は。ここまで来たきっとか。完全に開拓してんね。最初の島に帰ってきたね。なんだかんだね。始まりの島を完全に別の島に変えようとしている。でまあ今回はコンベアで牛を全部かき集めれるかどうかテストしてみようか。で次回開始した時に結果がわかるみたいな感じでね。そうしましょう。よいしょ。そしてそしたらまああれか、この発電所一旦入れるか。そうしよう。発電所に一旦入れて、それからどうするか考えようか。じゃここに違うな。ここかな。微妙な位置だな。真上にするか。あ、ここ良い。ここにしよう。あ、落ちちゃった。しゃがんで、よし。あ、ぶつぶつ。おい、落ちてんじゃねえか。
しいか。今行けたな。おい。よし。うわ、肝心なやつが据えてない。ダメ、おりゃ。こっちだな、そしたらやっぱり。いや、違うな。よし。ここ？ここでいいかも。あ、こういうのあり。いや待って、牛が入らなくなる。そしてとか、もしかしてこれ牛に押されて、俺牛に押されてダメになる気がしてきたよ。大丈夫かな。イエス。もう一個これでいいのか分からん。オフ。これ違うよな。あ、それそれそれ。あ、それいけるでしょう。オッケーでしょう。じゃあ、あとはこれちょっと殴ってみて。やっぱりないよね。ないね。オッケーオッケー。それが分かればいいよ。やっぱもう一マス上だったな。うん、一マス上で作ろう。あ、おやおや、来てきそう。ここだね。これでいきましょうか。下りにしよう。違う。これ全部こっち向けて入れるか。これでいいか。違うな。はい、いいか別に。おい、まあ、悪くないけど、悪くない。おい、悪くないけど、そこじゃないからやっぱり。やはりこうしておきたいかな。どこ向いてんのこれ。右向いてる？左じゃねえか。これさ、R で回したら2回回るのどうにかしてほしいんだけど、ほんと。よし。あ、起きてきます。というわけで、今日はこれぐらいで終わりにしましょう。この島、開拓していきます、どんどん。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。と言いたいところだけど、ちょっと待って、コンベア。コンベちゃんとしてないといけないわ。
次回ログインした時ね、この牛たちが入ってるかっていうのが一番の俺の気になるポイントなのでして、それが見れないからには今はダメだ。一番こっちだ、こっちが一番だ。おいおいおい、よしよし、もちもちもち、地上で湧くなよ。お前らは全部空から降ってくるって決まってんだから、これ地上で湧いてる牛混ざってたらめんどくせえもんな。お願いだから地上で湧かないでほしい。どれぐらいだと思う？いや、あと5マスぐらいやっと多いか。そうだな、もう10やろう。うわ、やっちまった。よし、え、逆だよこれ、これ逆だよな。あ、横に矢印書いてある、ちゃんと。こうだね。これさ、もしかして押してる間回る？押してる間回る。そういうことかい。これは切り替えでよかったと思うんだけど、押してる間じゃなくて。そういう系だったのね。そりゃオーバーするわっていう。できたのか分からんけど、まあいいや。よし、これで次回牛が、全ての牛がここに確保できてるかどうかですね。もしできていなければ、地上脇ということで、ちょっと新たな手段を考えないといけなくなります。で、向こうにいる牛はきっと関係ない牛なんで、ほっといていい。ちょっとやるか。あ、楽、めっちゃ楽。よいしょ、オッケーよ。はっ、嘘だろ、コンベア使い切ったぞ。100人ゼロコンベアでいいか。びっくりした、100個使っちゃった普通に。まだまだあるからいいんだけど。よいしょ、え、よし、さすがにこれでカバーできてるかな。さすがにこれカバーできてるような。うん、 OKOKOK、 多分カバーできてるでしょう。ちょっと物がこっちに散らばってるから、この物たち、あ、でも物
地上脇か。地上脇だものは。ま、次回からこの間の毛によって、魔除けによって、おめえらは湧いてこれないだろうとは思うが、切り替えるってどういう意味なんだろうね。ただ見た目が変わるだけだよな。オンオフじゃねえよな、これマスカ。はっ、嘘これ。効果違ってたりする？何々用みたいな。黒ってなんだよって話だよな。白がスケルトンだとして、モノがモノだとして。そうなったらもう、手遅れだ。わからんわ。というわけで今回はここで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。この島をちょっと開拓していきます。今更ながら。この島の動物を一点で集めて、さらには、すべての動物を一箇所で処理できるように、溢れた動物は水没させよう。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。あ、アビスの糞だ。踊っとるだけ静止画でした。テレビついちゃう。